皆さんこんにちは、シタル TVC リオスです。本日はコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。ありがとうございます。さあ、今日は手渡しバージョンが多いんですけど、もうご視聴の皆さんはなんだか分かってるんですよね。はい、分かってる。これは三浦機械から2023年4月に出たばかりの CB302 というキャビティアイアン。本編は面白いんだけどね。わお、いい球。なんて言ったんぞ、はい、一体キャビティ、はい、301というですね、はい、非常に評判の良かったモデルがあるんだけど、はい、それの後継機。このソールの形状がすごい独特ですね。全然違います。まずヘッドサイズちょっと大きいのと、ソール形状が真ん中が高くてちょっとこうお尻が落ちて、こっち落ちてるんです。ヘッドの良さ、抜けの良さを追求したキャンバーソールを標準ソール。この辺似てんじゃん、石井さんが持ってるやつ。全然似てないよ。これを似てるって言っちゃうと、もうもはやそれは全部似てるよね。目が2つ、鼻が1つ。女優さん、この女優さんとこの女優さんそっくりだよねみたいな感じ。うん、北川景子と荒垣結衣同じ顔してるねぐらいの勢いで。違うんだよ。結構主張してくるよね、そうかな。結構三浦健っぽい顔なんですけど、ちょっとトップブレードが厚めになってるんで、優しさ、まあ、ヘッドの大きさとか重量とか重心の配分とか多分あるとは思うんですけど、やっぱりこうすごいあのソール側見た時のこのボリュームのある場所と、こう後ろに逃げてる感じと、まあ、抜けって言いました、先ほどおっしゃってましたけど、まあ、ここが受けてくれてこっちがつるんっていくこの感じはちょっと特徴的だなっていうふうに。あとヘッドとシャフトを時計回りにねじっていただきたいんですけど、これはフィッティング用ってやつですか。うん、なんか三浦技研のフィッティングシステムみたいよ。でそこのネックがですね 10g 以上あります。あ、半時計回りでしっかり固定してください。ちゃんとやんないとパコーンって取れちゃうから。ネックで10っていうのはちょっと大きすぎるけど、まあシャフトコロコロ変えながらフィッティングするにはいいんじゃないですかね。シャフトがモーダス120のエースって書いてある。はい。結構重たいの。これでフィッティングしてさ、合うじゃん。ちょっと心配だよ。ちょっと重たい。ネックとはいえね。ネックの重量物だとはいえよ。ナイス。この抜けとかは、ちょっとごめんなさい、これ芝生じゃなきゃ分かんないんじゃないかなって気がする。マットだと、マットのそのなんか繊維に結構ちょっとなんか突っかかるっていうか、多分土の上とか芝生だとツンってくるんっていくのかもしれないですけど、実際僕今年あのキングツアーのコブラのアイアンで北海道で打ったらすっごい抜けたんですよ。やっぱりこう全然その場所によって変わるかな。ダカーはこうすごい分厚い感じがしますよ。ゆっくり飛んで、決してマッスルとは言わないけど、ちょっとこう厚みの打感、深みのある打感はこう特徴的だと思います。置くんじゃん、まあね、軽く打ってる割には。一応当てますね、ロフトクク。30、結構ロフトあるように見えるんだよな。31。正解。さすが31だともう結構あるように見えてしまってるよね。ストロングロフトマジックだね。割とこのやっぱトップブレードのここの面が、まあ、つながりがすごい綺麗なんですけど、ちょっとクッと主張する感じがするんで、まあ、そこで好き好きはあるかもしれない。
多分打感良くてちょっとこう飛んでくれる感じがして球持ちもいい感じがしていいですね。160ね。あ、前行くね。スピンも入ってるし、ちゃんと落下枠もあるし、なんか全部が全部小山さんのアイアン探しです。初速も出てるね。あの僕の持ってる101のアイアンよりもちょっとこう前に行く感じは強いですね。101、はい、いいだろうね。汎用性は全然こっちの方が高い。高いと思います。まあ、それで言うと打感はごめんなさい、あっちの101の方がよりこう分厚い、あの音はこう結構キレのいい音するんだけど、すごいこう深みのあるいい打感ですけど、まあでもこれだけ優しさがあって、でこれだけ打感も良くて球も前に行ってくれるとなると、もうさすがだなっていうところ と、 ヘッド、ヘッドサイズはどうですか、302と TC101 で。101と比べたらちょっと大きいですけど、シルエットは結構近しいものがあって、ただトップブレードの厚さが結構特徴的なので、まあそこに対する違和感とかがなければいいのかなと思いますし、僕はそこまで違和感はないかな。まあこれに多分あの慣れてしまえば全然このまま使えると思います。その比較とするとオノフの黒よりは細い、うん、はい、トップブレードね。これは俺全然許容範囲、いい。だからもう純粋に僕の今興味はそのソールを地面の上で打ってみたい。ああ、じゃあこっちも打ってもらいましょうか。あ、なんだ302。皆さんご存知のように、うん、ミラー以外ソール形状をカスタムできます。トップラインカスタムできますなのよね、はい、でこれは CB302 専用のダブルカットソール、リーディングエッジの受けがあって、ね、そう、うん、でも今301っぽいソールってことですか。まあそう言うて301、ああ101っぽい、ちょっとこう、ああそうだ、ね、ちょっとこうリーディングエッジ受けがあって、まあそうだけど幅は広いかもね、ソール幅は。でシャフトが番手ずらししてちょっと柔らかくなった125ツアー125が入ってますの S、 うん、120で打ちたかったら120にすることもできます。いい音。こっちの120ってが125って重いね。こっちのソール形状の方がいいんじゃないかと私は思っております。あ、こっちもスピン速い。今向こうで赤ちゃんが何か言ってるのが全部エイブエイブエイブって声なんで、レッツゴーエイブ。寂しいな、エイブは目に会えなくて。今日は三浦技研 CB302 を紹介するぜっていうこの感じが。そんな感じだったっけ。本編は面白いんだけどね。わお、いい球。これは何で炭素ハーフキャビティって感じ。まあ悪いはずはないね、はい、いいじゃん、距離が出る、打感に対して飛ぶ、うん、いいじゃん、スピンが入る、すごいねこれ、いいじゃん、あの、うん、なんかなんとなくシアターブレードっぽいよね。なんとなくね、いや分かる、伝わるでしょ、このシアターブレード感、ここになんかね、ヒントもある。あの、CB じゃなくて TB30 だったらどうしようっていうぐらい、こう、ね、うん、この隠しきれないシアターブレード感が、そう、まあでも重心を少し下げて、まあその分スピン量をちょっと落としてみたいなことは、まあ似てるのかな。普通のキャビティじゃない。で、ね、曲面が、シアターブレードって曲面が特徴だから、これは普通のキャビティじゃない。でもなんかロフトからは想像できないぐらい、うん、ね、打感いいよ、うん、素晴らしい、こっちの方が、これはね、両方打たせて、シラフで打ちたい、ね、食べさせてほしい。俺もね、でも新しいもの好きだからあっちを選んじゃう気がしないで。そう、あのソール形状、他にもあのだからあれできる、リクエストできるから、見え方とかソール形状とかを。これは
ちょっとすごいね。これはさ、101と同じショルケ。似てると思います。ただ僕の101はちょっと別仕様なので、また。あの本当にピタッとピタイチ、あのなんですか、もう一切のその削りがなくピッとしてるんで、ゴルフプレイス山崎さんから石井さんそれは結構難しいよねって言われてたんで、でも多分三浦会長が好きなのはきっとこれなんだよね。いいねいいね、切れ味鋭いやつ使ってほしいってことだね。はい、今後はこれを基準に考えてほしいって言われて、練習ちゃんと練習してますよ。かっこいい。それを基準に練習してるので、これが優しく感じる。飛んでる。いや申し分ないでしょう。スピンも入るし、飛距離も出るし、打感もいいし、まあ、だから三浦ライアンの打感の良さでも、ほら三浦ライアンって言ってもやっぱもっとマッスルもあれば、まあ、キャビティでも、ね、全然打感が飛んでること違うけど、あの飛距離が出るタイプだけど、南鉄鍛造の打感の柔らかさ、深さ、厚み、こういいな打感っていう感じる、そういう要素はちゃんと持ってるし、でも飛ぶし、でもスピン入るし、なんかすごいね、やっぱり新しい、こうなんかカットの形状が違うって、こんなに変わるんだろう、変わるのかなって思うぐらい、ゴルフクラブって奥深いなって改めて思います。こんなに変わるんだね。まあ、ちなみにローフとか位角変更できます。ソール形状、トップラインの形状変更できま す, です、ね、重量指定できます。 FP1 指定できます。仕上げも指定できます。はい、何でもできます。何でもできます。なるほど、うん、ということで、お近くの工房でぜひ試してみてください。またはもうこれであれですよ、三浦県まで行って本社でカスタムしてね。なるほど。姫路から万端線に乗って、いや天地の駅まで行って、迷惑だと思うぜ行かれても、ね、仕事があるからね。僕は年内もう一回ぐらい行こうかなと。ちょっと行って会長にこのアイアンちょっともういいですねって話をしていきます。はい、ありがとうございました。はい、いい球。